開催しないで、だから頑張ってThank you.
感染喘息基礎疾患してる方 1.9 倍、喘息発作による入院は 1.9 倍、約2倍。これインフルエンザワクチンを接種していない比率は3倍以上。健康にも、ね、影響を与えているということになります。少子化担当大臣にお聞きしますが、こうした子どもの貧困状態